皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説夢を見る島パート23やっていきましょう。今回も秘密の貝殻集め頑張っていきたいと思います。前回40個まで集めたので、とりあえず貝殻の館に向かっていきましょう。もしかしたら何か新しいヒントがもらえるかもしれませんよ。剣がパワーアップできるっていうのは一番最初に言われたんですが、それって多分貝殻がマックスまで行った時の話ですよね。40でマックスではないと思うので、もう一段階何かプレゼントがあると思います。貝殻センサーの精度を上げてほしいところなんですが、行きますよね。もう一つのメモリまで行けるでしょうか。45じゃないよね。 OKOKOK。 めっちゃギリギリっぽいけど、とりあえず達成しました。剣を掲げよ、しからば新たなる力を授けん。あれ、剣がパワーアップする感じ。じゃあ50メモリの時は何なんでしょうか。はい、剣に光が集まってどうなったんですか。剣のレベルが上がったコホリントの剣だ。早速名前を書いておこう。コホリントの剣になるとどうなるんですか。全然わかっていないんですが、はい、コホリントの剣、貝殻の館で授かった切れ味抜群の剣。なんだ、攻撃力が上がってるとかそういう話なんでしょうか。ちょっとわからないんですけど、貝殻センサーのパワーアップはないな。待て、じゃあここで見ていきましょう。マップに取ってないところが表示されると助かるんですが、わかんないな。とりあえず残り10個っぽいんで、埋まってないところからやっていきましょう。そう、前回も言ったけど、この辺怪しいよね。なんかこの辺が埋まってないんですよ。なので動物村に飛んでいきたいと思います。わかんないんだよな。家の中とか可能性あるんでしょうか。動物村とメーベの村はたくさん家があるので、とりあえずもう一回中に入ってみたいと思います。もしかしたら住人のセリフとか変わってるかもしれませんよ。水の上なので若干歩くのが遅いんですが、君何か知らない？え、オイラたち動物がどうして喋るのかって、なんでかな。オイラウサギだからわかんねえや。ウサギだからなんで喋れるのって聞いてるんですが、はい、この家は何もないか。貝殻センサーが反応するはずなんですが、そうだよね、動物村の一番右上の家、ここでも貝殻がもらえたので、待てよ、人が持ってるパターンってセンサー反応する？そこ分かってないんですけど、とりあえずここではなさそうだ。一応全部の家入るか。うわ、待てよ、めちゃくちゃ時間かかるんじゃないか今回。早送りを多用してしまう気がするんですが、待って、反応した。待てよ、これか。待て、壺は壊した気がするんですが、壺の中には何もない。オウムは？このオウムは何も喋ってくれない。まあ、お手紙をライト様に届けてくださったのね。ありがとう、とても嬉しくてよ。お礼に素敵な貝殻をどうぞ。ありがとう。待てよ、こういうパターンもあるのか。マジで？え？物々交換イベントのやつらってもう一回巡った方がいいんでしょうか。じゃあヤッホーばあさんもですよね。貝殻ください。ヤッホー、お乳のほうきなかなかいいよ。君はくれないんですね。君は？オイラ、ゆうべ人参になる夢を見たんだ。ちょっと複雑な気持ちになっちゃったよ。そうだね、何もくれない私も若干複雑な気持ちなんですが、でも分かったぞ、誰かが持ってるってパターンでも貝殻センサーは反応するな。ってことはわざわざ全員に話しかける必要はないかもしれません。ここの家って何があったんでしょうか。中に入ってイベントあったっけ。あれ、特にここの家は何もないんですが、まあセンサーも反応していないので、とりあえず出ましょう。マップを見てみると、待てよ、怪しいのはやっぱりあの辺りだな。この辺にあると思います。どっかで貝殻センサー反応しないでしょうか。待て待て、危なすぎる。こいつらがめちゃくちゃ攻撃してくるんですが、ぐるりと大きめに回った方がいいと思います。この端っこにあるパターン結構あるんでね、やめて。君たちに用はないんですが、端っこあたりにありませんか。ここの水とかも怪しいんですけど、とりあえず上も行ってみましょう。やめて、本当に敵が多すぎる。この辺はなさそうですね、反応している。待てよ、スコップか。スコップで掘ってみましょう。ハートありがとう。なんだけど、これじゃないよ。私が欲しいのは貝殻なんですが、あった。よーし、これでとりあえず42個か。秘密の貝殻を手に入れた。たくさん集めていいものをもらおう。あとはどこだ。人魚像の中とか怪しいけど、うわ待て、ダンジョンの中にあるシリーズは勘弁してくれ。とりあえずそれは考えないでやっていきましょう。後半のマップはもうセンサーがあった状態で回っていたので、あとは前半ですよね。不思議の森っぽいな。不思議の森のその真ん中ら辺空いてるので、とりあえずあっちに向かっていきましょう。マンボウのマンボウでいきますよ。そう、現時点で気づいている方いると思うんですが、めちゃくちゃ花粉がすごくて鼻声なんですよね。鼻の
なんだろう、イガイガっていうかグズグズもすごいし、喉もねめちゃくちゃ乾燥しちゃうんですよ、私花粉で。なので若干聞きづらいところがさっきからあると思いますが、そこはご了承ください。最終回を撮るまでにはなんとか直しておきます。そう、点鼻薬とかもね打ってはいるんですが、なかなかね危ないよ。まで不思議の森で反応すると思うので、ちょっとセンサーの、おーっと待てよ、あ、攻撃力上がってる、コホリントの剣の攻撃力が上がってるんですが、この辺反応してるよ、これじゃん、絶対この鼻の真ん中にあると思います。スコップで掘っていきましょう。 OK、 やっぱりねこれなんとなく均等にあると思う。はい、秘密の貝殻を手に入れた。次はどこだ？なさそうなのはそこか、墓地のあたりなんですが、この上の沼も怪しいな。ちょっと沼のところ行ってみましょう、近いんで。あとダンジョンの中は、いやそれはとりあえず考えないわ。ダンジョンの中、あのね、大鷲の塔は1個確実にあるんですよ。大鷲の塔は取ってないところがあるので、待てよ、この辺じゃない？落ち着け落ち着け、この上か、この上あたりで反応してくれると嬉しいんですが、反応した、マジで。待て待て待て、私ちょっとあれじゃない？探偵なんじゃない？この辺にあると思い、あ、待て、これか？ここを、切るとないでしょうか？ないな。あれ？じゃあ全部掘るか。全部掘っていけばどっかにあるでしょう。ハートじゃないですよ。ハートもありがたいところなんですが、あった。はい、これで44個目か。いいぞいいぞ。ペースいいですね。はい、じゃあ次は沼、怪しいよね。絶対沼にあると思う。はい、ここジャンプして落ち着け落ち、おーっと待って、え、何ビームが出たんですけど、これはコホリントの剣の能力なんでしょうか。体力がマックスだとビームが出るっぽいですね。これは強い、めちゃくちゃありがたい。はい、沼のあたりに貝殻はありませんか。待て、あの魚もビームで倒したいんですが、出てきたところで切っていく、素晴らしい。え、強すぎないか。はい、じゃあ沼渡っていきましょう。ワンワンがいないと渡れないっていう話だったと思うんですが、落ち着け落ち着け。はい、こいつらを倒して、待てよ、無理か。貝殻はなさそうだな。せっかく沼に来たんですが、こいつらは、あれ待って、倒せないか、無理か、体力が満タンじゃない。そしてやっぱりこれはワンワンがいないと抜けれないっぽいですね。ちゃっちゃと行ってしまいましょう。やばいってやばいって。はい、こっち側に来て、体力めっちゃ食らっちゃってるよ。落ち着け落ち着け。待って、貝殻全然反応しない。マジか、沼にはじゃあなさそうですね。あと空いてるところが、見てみましょう。墓地のあたりか、なるほど、この辺にはまだありそうですね。じゃあマンボウのマンボウで飛んでいきましょう。めちゃくちゃ喉が意外が、なんかごめんなさい、せっかく実況なのにあれなんですけど、マンボウが池に飛んでいきたいと思います。すぐ目の前でしたね。わざわざ飛ぶ必要もなかったと思いますが、絶対あるな。墓地にもありそうだし、なんだったっけ、あの怖い森にもありそうですね。はい、まずはタバールの林、ここで探していきましょう。貝殻センサー反応しませんか。絶対どっかに掘るところがあると思うんですが、反応したぞ。待て待て、この辺だ。この辺をじゃあ適当に掘っていきますか。掘るか木に衝突するかがちょっと微妙なんですけど、おっと、あった、貝殻ありました。一発でなぜか引き当てた。秘密の貝殻を手に入れた。あとはない、大丈夫、この辺で反応したりしないでしょうか。ここにはハートのかけらがあったのでもうなさそうなんですけど、待てよ、なんかこっち側怪しくない？なんかこの中あたりにありそうな気もするんですが、ないか。じゃあこっち側に行きましょう。大丈夫？本当に？あとはない？じゃあ行っちゃうよ。下に行って墓地だな。墓地のところにも何かありそうだ。ありませんか？ここは服のダンジョンですね。だけど服のダンジョンに来るときはもうすでにあれだ、持ってたんだよね、貝殻のセンサーは。なのでこの辺ではなさそうですけど、あれ？嘘、ないか。ありそうだけどな。もう一周してみる？さっき反応しちゃったから、近くのやつがもう反応しないとかそういう話はあるんでしょうか。この辺にもう一個ぐらいありませんか？ないな。じゃあ行っちゃうよ。待って待って、落ち着け落ち着け。カラスがやばい、カラスがやばすぎるので、ちゃっちゃとマンボウのマンボウで飛んでいきましょう。次どうする？待てよ、45か。45集まってるので残り5つ、分かってるところ埋めていくか。じゃあ大足の塔のやつ取りますか。ここ絶対大変なんだよな。どうやって行くかも分かっていないんですが、待てよ、これはどこ行くんでしたっけ。確かこっち側に入れば上の遺跡から出れたはずなんですが、私の記憶は合っていますでしょうか。まあこのね、コホリントの剣が手に入っているのである程度の敵は怖くないんですが、反応してないよね。
この辺でも何も反応しないので、ちゃちゃと大足の塔に入っていきましょう。多分ね、どっかから落ちるんですよ。どっかから落ちてあの横の通路に行くっていうパターンだと思うんですが、開けてない宝箱ほら2つもある。どっちも貝殻だと嬉しいんですけど、待てよ、なんかそういえば上から落ちるみたいなヒントありましたよね。とりあえず4階に向かいますか。中ボスのところから行けば早いと思います。4階に穴ってあるっけ。ここで穴があればそこで落ちればいいと思うんですが、ここだ。待てよ、いけるぞ。あそこで落ちれば貝殻が手に入るかもしれません。あとはね、1個だけ小さな鍵が手に入ってないんですよ。それも気になるところなんですが、とりあえずここ落ちてみましょう。下に落ちて横の通路に行ければいいんですけど、もう1段階落ちちゃったけど無理か。待てよ、じゃあどうしよう。マップを見ながら考えようか。この辺に落ちれればいいんですが、ここだ。そうだそうだ。あー、待て待て待て、1階を見て、あ、ここだな。ここの穴に落ちるのが正解だと思います。上に行くためにはここなので、あー待てよ、これって確か1段階クリスタル押さないといけないんじゃなかったっけ。こっち側にクリスタルがあったと思います。 OK、 とりあえずこれを体力満タンを使って押していきましょう。でこいつらも倒して、これで登れるようになってますよね。そっち側に行くためにはこっち通った方が早いんですけど、登れないよ。待った待った待った、オレンジのところが上がっていけないんですが、もう大足の塔のマップ複雑すぎて全然覚えてない。ここ落ち着け落ち着け、待って待って待って、はい、こいつらをジャンプして避けたかったんだけど、いいやいいや。はい、でここのトゲトゲも避けていく。でこっち側から行けば早いですよね。ここは危ないよ、魔術師がいるので無視していきましょう。上に登ってそこ下に降りるんだ。いいんだよね、下に降りて穴から落ちるんだと思います。いや難しすぎるでしょ。ここでいいんだよな、ここから落ちると。いいんだな、いいんだな、ここの穴落ちていきましょう。正解だと思いたいんですが、端っこに降りてくれ。 OK、 これで秘密の貝殻手に入ると思います。一番端までペガサスの靴で突っ切っていきましょう。貝殻センサーが反応するんじゃないでしょうか。 OK、 とりあえずこれで一つゲットしました。で問題は右端、右端のところにどうにかしていきたいんですが、こっち側もどっかから降りる必要がありそうですね。ここだ。だったら落ち着け、こっからでもいけるか。今ここにいるので、こっから行って、こっか、あ、いけるな、あ、いけるな。オッケーオッケーオッケー。じゃあこ、とりあえずここ降りて、カービィさんやめてください。カービィさんを避けながら上に登っていきましょう。ただね、あそこが貝殻の、あ、なんだっけ、あの、貝殻、秘密の貝殻？秘密の貝殻だとは限んないんですよね。小さな鍵が一つ手に入ってないので、もしかしたらそれかもしれません。一応ここを避けて、そっちだな。そっち側の穴から落ちていきましょう。この赤いチュチュが一発で倒せるようになったのはめちゃくちゃでかい。あ、クリスタルを1段階押さなければいけないんですが、どうしようか。クリスタルを押さないといけないな。これ下からでもいける？うわ、ちょっと微妙ですね。マジか、まさかの罠なんですが、こっちから行って、あー、いけねー。マジで？クリスタルをどっかで、あ、押せる押せる押せる。ここでクリスタルだわ。そうだそうだそうだ、忘れていました。ここでクリスタルを1段階押せば、あー、戻れるか。待てよ、こっち側ジャンプして、あっち側、嘘でしょ。あ、いけるか。あっち側からジャンプすればいけそうですね。よーし、いいぞいいぞ、だんだん謎を解いて。あれ、あれ、もうこっからじゃ無理なんでしょうか。無理やりジャンプすればいけそうだな。ペガサスの靴でなんとかいけると思います。ここだけど、待てよ、シビアすぎるんだよな。ペガサスの靴でジャンプしていきましょう。 OK、 なんとか成功して下に降りていく。こっからだったらいけそうですね。挟まれないように気をつけていきましょう。で下に降りたら、マジか、待てよ、これってさ、ビームでいけないよね。こっから落ちたいんですよ私。そっから落ちたいんですけど、どうすればいいんだ。これは一回上に登って、あー、ここか、ここの階段から降りれれば可能性はありますね。クリスタルを1段階どっかで押してからワープするのか。わかりました。じゃあ一旦入り口まで戻りましょう。難しすぎないか。そしてそれ鍵じゃない、なんか秘密の貝殻じゃないような気もしてきたんですが、まあここまで来たら取っていきましょう。はい、一旦中ボスのところまでワープして、こんな難しいことある？はい、でここでクリスタルを1段階どっかで押していかなきゃいけないんですが、クリスタルはどこにあるんでしょうか。下にあったっけか。ここの下にあったような気もするんですが、ないな、落ち着け。ここの左か、あるっけ、全然覚えてない。ないじゃん。え、
待って、どうすればいいんだ。一旦この状況で下に降りれば、あ、いけるか。待って、いけるっぽいぞ。一旦ここで下に降りて、これを押せばいいんだ。待てよ。これはどうすればいいんだ。こっからいける。こっからビームで、うわ、無理か。ボムを投げるしかないですね。こっからボムを投げてやるしかないな。はい、ここで、ボムを投げたらここに乗っておく。そうすればそこが爆発して上がると素晴らしい。そんな難しいことある？はい、でやっと来れました。落ちていきましょう。これで小さな鍵だったら怒ってしまうんですが、下か？待てよ、下も怪しいな。下に行って秘密の貝殻は反応しないので違うっぽい。はい、じゃあ上に行きましょう。コンパスじゃなくて貝殻センサーが反応してほしいんですけど、反応したのはコンパスだ。マジか。秘密の鍵じゃねえや、小さな鍵一つ手に入ってなかったみたいですが、なんとか手に入りました。じゃあもう関係ないな、ここは。マンボウのマンボウで戻っていきましょう。じゃああとどこだ？ここまで来たら本当にわかんないな。今までのダンジョンを巡る？ダンジョンで取ってない宝箱があるかをマップで確認できるので、とりあえずそれ巡っていきますか。待てよ。一回ここで、あ、待て、貝殻の数確認しましょう。46個。残り4つですね。はい、秘密の貝殻にして、ありそうなところは、待てよ、あそこはちょっと開いてないか。ここの中にありそうな気がする。鍵の穴蔵行ってみましょう。あるかどうかはわからないんですが、マンボのマンボで飛んでいきます。鍵の穴蔵か。全然マップ覚えていないんですが、いけるでしょうか。ウクク草原から行くよりも、あ、待って、ここ登れるな。ウクク草原から行きましょう。あれ？登れるっけ？ジャンプするだけだったような気もする。マップがちょっとね、細かいところまで頭に入っていないんですけど、この下、あれ待てよ。待って、普通に反応した。普通に反応したから、この上っぽいな。その上に行くためには一旦鍵の穴蔵まで行かないといけない。ここは下に降りた方が確実っぽいですね。危ないよ、このムカデに当たらないように降りていきましょう。落ち着け落ち着け、ムカデさん。あれ待てよ、この辺でも反応してる。え、嘘、2個あるぞ。あ、ここだ。わかりました、ここ絶対怪しい。スコップで掘っていきましょう。オッケー、一つ手に入りました。これで、47個ですね。残り3つ頑張っていきましょう。もう一つ反応してるので、まずはそっちに向かいたいと思います。やめて。はい、でここ降りてもう一個ぐらい反応してくれてもいいんですよ。反応しないな。はい、でここ行きましょう。その上っぽいですね。鍵の穴蔵に入る前にここの上探っていきましょう。あそこだな。ここの草が4つ集まってる間だと思います。はい、ここ掘っていきましょう。 OK、 食らった勢いでなんとか秘密の貝殻手に入れました。これで48個か。でも待てよ、ここで手に入ったってことはここじゃなさそうだな。なんかね、この貝殻が何個か重なるっていうのはちょっと考えにくいですね。待てよ、メーベの村行ってみますか。お家の中にあるパターン探ってみましょう。こっからだったらワープするよりも歩いて行った方が近いですね。あとは反応してくれることを祈るんですが、反応した。待てよ、反応してる。どこだ？木じゃね？木に突っ込むパターンだと思います。ここにあるんでしょうか？オッケー、やった、これで49個。残り1つだと思います。今49個ですよね。メーベの村にあればいいんですけど、あるかな、微妙ですね。なさそうな気もする。はい、じゃあ一旦こっちに行って、メーベの村の、いや、この辺はないな。最近入ってない家を攻めたいと思います。マリンちゃんの家もフィギュアを置きに入ったので、マダムニャンニャンか、嘘。マダムニャンニャンの家に貝殻はなさそうですけど、一応入ってみましょう。はい、こんにちは。貝殻ありますか？ないですよね。一応隣のキャンキャンの家も入ってみますか。ワンワンが隠し持ってるとかっていう、そういうパターンではないよね。君にはもう話しかけられないので、うーわ、この広いマップでどっから探せばいいんだよ。反応した。待てよ、あるぞ。この辺じゃない？ここで、こいつらあるんだろう。隠してんだろう。この辺にあると思います。オッケー。なんとか貝殻50個揃いました。いいぞいいぞいいぞ、これでコンプリートですね。じゃあ戻りましょうか。貝殻の館、もう一段階剣がアップデートできる、アップデート、パワーアップできると思います。なんとか貝殻コンプリート。パネ石なんですけど、パネ石コンプリートしてもね、ちょっとね、わかんないんだよ。残りな、あ、ここじゃないわ、ごめん、間違えた。そう、パネ石残り何個かわかんないので、コンプリートしてるのかしてないのかもわかんないし、アミーボとかで手に入るものもあるんで、もうそれは
いいかな。パネ石はちょっと手に入っても今後っていうかラスボス戦に使えそうにもないので、それはスルーしたいと思います。多分ねまだちょくちょく取ってないパネ石はあると思うんですが、一旦スルーしましょう。はい、じゃあ貝殻の館でメーターマックスですよね。52とか53とか微妙な数ではないと思います。 OK、 なんとか全て集めきりました。お、点滅している。全ての貝殻を集めた、その強き石しかと受け取った。何時の進む道に幸あらんことを祈ろう。これでようやく私の役目も終わった。はい、最後のプレゼント出てきました。中には何が入ってるんでしょうか。ルピーがたくさんありがとう。はい、じゃあルピーも、あー違うよ。ルピー拾いながら外に出てしまったんですが、プレゼントボックス開けていきましょう。え、もう一回乗る？もう一回乗らないとプレゼントボックスは落ちてこないんでしょうか。え、もう一回やる？そのくだり。わかったわかったわかったって、プレゼントボックスを取るまでそのくだりはやるみたいですね。はい、じゃあ中身取っていきましょう。あれ？でもプレゼントボックスで出てきたってことは剣じゃなさそうですけど、パネ石かよ。マジで？嘘でしょ？マジか。50個揃えてパネ石？それはちょっと拍子抜けだな。まあいいや、とりあえずこれで秘密の貝殻は全て集まりました。ありがとうございます。よーし、そしたら向かいますか。ちょっとね、手前まで向かいたいと思います。ここですよね、断平の小屋から卵の手前、イベントが始まる前まで向かって今回は終わりましょう。若干実況的に早くなってしまったかもしれませんが、まあしょうがないですね。次回最終回なんで、うわもう終わりか、なんだか寂しくなってきましたが、次回最終回ですね。ちょっと待てよ、どこまで登っても OK？ ここは登っても大丈夫なんでしょうか。おっと待て、あ、始まっちゃった。待て待て待て、フクロウさんが来てしまったんですが、こんにちは。これイベント始まっちゃいました？ほっほう、風の魚はこの上の卵の中でいつ終わるともわからぬ長い夢を見続けておる。8つの楽器を卵の前で奏でたその時こそ風の魚は夢から覚める。それが島を出るただ一つの方法じゃて。ほっほうほっほう。最後ですね。もう完全に最後になりました。一応この看板も読んでみましょう。たまらんち山。よーし、じゃあ次回最終回風の魚を起こしに行きたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。